東部州はザンビア東部の州。州都はチパタ。2016年の人口は186万1500人。面積は5万1476平方キロメートル。人口密度は36.2人平方キロメートル。ザンビアの人口の11.7%。面積の6.8%を占める。人口は南部州に次いで4番目に多いが、面積は ルアプラ州に次いで4番目に小さい。ルアングワ川が東のマラウィとの国境をなす。農業が盛んで、農地面積は387,273ヘクタールで全国の20.41%、農業生産口は799,026トンで全国の19.61%を占める。特にひまわりは24,053トンを生産し、 全国の70.2%を占める。州とチッパタチェワ人がカロンガガワウンィ王の下で、マラウィの中部州やモザンビークのテテ州に広がる、帝国を築いた。1954年から1957年、帝国の従来目の王にあたるカロンガガワウンビ10世が、大英帝国の統治を補助した。1964年、ザンビアがイギリスから独立した。 州内のインフラや農業は整備されたが、銅の価格の下落によって、成長は止まった。1968年、マラウィのヘイスティングズ・カムズ・バンダ初代大統領が、東部州の領有権を主張した。これに対し、ザンビアのケネス・カウンダ初代大統領は、領土を要求するなら、ザンビアに対して戦争を仕掛ければよいと答えた。また、領有権の主張を撤回するまでは、 二国間の貿易を行わないと宣言した。マラウィの領土拡張運動はこうして終わった。南ルアングは国立公園の像、行政区画地図以下の旧地区からなる。2011年に茶間地区が新設されたムチンガ州に活用された。2005年には州内の1000人中447人がマラリアに感染した。2010年には9338人が エイズで亡くなった。人口はすべて2010年の値。ありがとうございます。